おはよう。はい。ヘリ。なんで、バタイ。なくなってません、捨てません。捨てたいと。捨ててないです。くんくん、みーちゃんのビキニ。ビキニじゃねえよ。みーちゃんのビキニ探してくんくんしてる。ビキニじゃねえ。なんだ、ここのくんくん。ここくんくんしなに。はい、トレーニング終わりました。終わったよ。1時間半でしたけど、あっという間やな。超頑張った。集中したので、また今後もこういうのは継続します。痛いね。ちょっとついてる。ちょっとね。こっちもちょっとついた。優勝目指したい。あっ。いや、せーの。はい。はい。いや、挟むんだ。挟むんだ。なんで手汗が出るの？
なんで？もしたらダメなゲーム。はい、今回ねジムイコーさんを使ってみて、まあみーちゃんがね2週間やってみたんですけど、どうですか使ってみて。まあメニューどう？まず自宅でできるメニューと、うん、ジムでできるメニュー、うん、まあ2セットで、まあ、考えていただいて、まあ平日はどうしても仕事があるから、まあ無理なくできる範囲で、なんかこのメニュー絶対やれっていう感じじゃないんだ、この中でできる範囲でやってくださいみたいな。だからじゃあ今日は時間あるからちょっといつもより多めにこんだけやろうとか、うん、今日はちょっともう時間ないからこれだけとか、うん、自分で決められて。なるほど。休みの日はこうやってジム借りてこういつもできない、そうだね、そう器具とか使ってやる。私みたいにこう めったにジムに行かない人からしたら、え、これどうやって使うのとか、うん、ホームの形とかも全然分かんなくて。確かにね。そう、なんかだからそういう初心者の人のためにも動画が一個一個ついてるんで、それ見て確認して、これはこうやってやったらいいんだとか、うん、こう動画見ながら確認できるし、このフォームで合ってるのかなとか、ちょっと多分これ使ってるとこ違うなって感じがあったら、こう自分で動画撮ってその担当のトレーナーさんに LINE でこの動画送って、これって合ってますってすぐ言える環境になるんで、すぐ返信もくれるんで。パーソナルってどうしてもこう対面毎回通わなきゃいけない、そうだね、行かなきゃいけないっていうのがあったんですけど、こうやってオンラインっていうのかな、こう LINE で連絡が取れるっていうのはすごい、なんだろう、対面が苦手な人もいいよね。うん、そう、こう行く時間がない人だったり、こうそもそも人とこうちょっとね、うん、マンツーマンで接するのが苦手って人もすごい気楽に始められる。はい、じゃあそれで2週間やってみて体重の変化とかはあったの？もともとその目的がシェイプアップ、まあ体の引き締めっていうところだったんで、で体重は維持、今の体重を維持しながらシェイプアップ、筋肉量を増やしてシェイプアップっていう目的だったんで、体のあれだね、ちょっと変わった感じかな。さっき写真撮ってみたけど、お腹ちょっとね、うん、あの筋肉というか腹筋が少し見えるようになった前よりは、まあまだ2週間やからな、まあ一区切りとして2週間こんな感じですっていう感じで、まあ継続はしていくんで、まだまだ来年のね2月のフォトウェディング、そうなんですよ、こっからが本番ですからね。そう、一旦土台を作ってからもうちょっと負荷かけて、もうちょっとねさらにシェイプアップして、お互いに。今回使ったジムイコさんの詳細は概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。あの一口目で頑張って飲んで。そっちの方が飲みやすい。まだね、うん、あ、まだ飲める。これなんかドロッとしてるね。そう、あ、私も多分飲みにくいね、みーちゃん。よいしょ、いいじゃん、学ばねー。あら、あたない、あら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 むちちゃん、なんでそんな肌けと。お腹いっぱい。そう？じゃあ靴でも見に行く？